ストヘスクで女型の巨人が調査兵団に敗れ、兄は壁内で捕らわれの身となった。そんな中、ライナーたちの故郷から駆けつけたのは獣の巨人、戦士長ジークであった。戦士長としてジークは座標の奪取を優先せよと指示するが、ライナーとベルトルトは兄の奪還を優先したいと主張する。真っ向から意見を衝突させたライナーたちとジークは、どちらの方針に従って行動するかを決めるべく、ベルトルトの見守る中、鎧の巨人と獣の巨人とで1対1の戦いを行うことになった。どうしても戦士長の指示に従えないってなら、ま、力ずくで行かせてもらいますわ。勝てるのかあのジーク戦士長に。だが、もし勝てば兄を救いに行ける。本当に始まってしまった。ライナー、頼んだよ。さて、どれくらい成長したかお手並み拝見だな。あのジーク戦士長に戦いを挑むなんて、故郷にいた頃は考えもしなかった。だが、俺はここで負けるわけにはいかねえ。へえ、なかなかやるようになったね。けど、まだまだお前は甘い。さすがはジーク戦士長、強い。いけない、ライナーが押されてる。このままじゃまずい、立て直すんだ。獣の巨人は何かに特化した能力を持っているわけではない。けど戦士長の戦闘能力は昔から並外れてた。ライナー、どうか気をつけて。俺はこのまま負けるのか。ダメだ、俺が倒れるわけには。立ってるのはやっとのようだな。よし、もう一押しってところか。ライナー、ダメだ、これ以上の無理はしないでくれ。俺は兄に言ったんだ、みんなで故郷に帰ろうって。凄まじい根性だな。まさかあそこから立ち上がってくるとは。ライナー、君は勝負はこれからだってか。まあそう来なくっちゃな。ライナー、面白くなってきた。それじゃあ延長戦と行こうじゃないか。もうライナーに意識があるかもわからない。だけど戦う意志は残ってる。少し焦ったが、まあこんなもんだろう。勝ったぜ。兄ちゃん助けるのは後だ。座標のダッシュを優先。当然だろ。ここで待ってりゃあっちから来るんだし。兄ちゃんならきっと大丈夫だよ。拷問なんか受けちゃいないって。どこかに身を隠してキックの練習とかしてんだよ、どうせ。
しかし、いくら兄でも。へえ、まだ決意が固まってないってこと？もう一度やってもいいんだぞ、ライナー。ただし負けたら、鎧は他の戦士に譲ってもらう。いえ、そんなつもりは。じゃあ、しっかりしようよ。もう、終わらせよう。終わりにしたいんだよ、俺たちで。壁上で待機する一行に、四足歩行型の巨人が敵兵力の接近を告げる。今は兄のことは頭から離し、戦うしかない。ここで座標を奪還し、呪われた歴史を、この地獄を終わらせる。そのために。散々言ってきたことだが、俺とはこれから離れた位置につくわけだ。少しは自分で考えて行動しろよ。分かってるよ。本当は誰よりも高い能力を持ってるはずなのに、肝心なところで人任せだ。正直今まで頼りにならなかったぜ。今まではな。終わらせるんだろ、ここで。そうさ、ここで勝って終わらせてやる。じゃあな、頼んだぞ、相棒。任せろ。